2004年アトランタで著書にサインをする、リチャード・ローズ・リチャード・ローズは、アメリカの作家、ジャーナリスト、ノンフィクション、原子爆弾の誕生など、核開発に関する著作をはじめとして、多くの分野にまたがる著作がある。1937年、カンザス州カンザスシティで3人兄弟の罰手として、生まれた。1歳になったばかりの頃母親が自殺し、下の兄弟2人は、 鉄道のボイラー製作を手伝っていた父親に育てられた。リチャードが10歳の時に父親が再婚したが、兄弟はママ母から病的な虐待を受けることとなった。合死寸前まで追い込まれさえした数年のこうした生活の末、13歳の兄に連れられ、共に警察署に保護を求めることになった。その後、兄弟は、 ミズーリー州インディペンデンス市の養護施設で青年期を過ごした。ローズの人生に大きな影を落とす。こうした青少年期の思い出は自伝イホールインザワールドで語られている。奨学金を受けてイエール大学へと入学し、1959年優等で卒業した。カンザスシティ都市圏を拠点として、1969年頃より雑誌記事を執筆し始めるとともに、 ノンフィクションを中心に20冊以上の著書を出版している。特に政治と科学とにまたがり核兵器の開発史を扱った一連の著作があり、このうち第一作の原子爆弾の誕生はピューリッツァー賞をはじめとする多くの賞を受賞しローズの出世作となった。自身はこうした作品を否定的説当時を持つノンフィクションではなくベリティと呼ぶことを提唱している。 ベリティは真実、真実の真実性という意味を持つ。二人の子供の父であり、現在は夫人と共にカリフォルニア州に在住している。未だ冷戦体制が続いていた1986年に出版された原子爆弾の誕生では、1930年代の核分裂、核連鎖反応の発見に始まり、マンハッタ計画を経て、1945年の 広島と長崎への原子爆弾投下に至るまでを中心として原子爆弾の誕生の物語を明らかにする。科学者、政治家、軍人、そして被爆者に関する数多くの事実と証言をおよそ600件の文献とインタビューをもとに幅広く網羅するとともに、そのつながりを明らかにし、批評を排して、そこに存在した多くの物語を冷静なタッチで描き出している。 原書で900ページ、近いこの著作。1995年には700ページ強の原爆から水爆へを表し、再びピューリッツァー賞の最終選考候補に残った。この著作では原子爆弾の誕生に続くものであるが、第二次世界大戦中に始まったソ連の諜報活動から原爆開発、水素爆弾開発の是非にまつわる議論とテラーラによる水爆の誕生。 こうして激化していく、米ソ対立の進化と、その各軍各競争を阻止しようとした、オッペンハイマーの赤狩りによる失脚と聴問会の経緯が描かれた。さらに2007年には、アーシノルズ・オブ・フェイヒーを上司、2010年には、ザ・トワイライト・オブ・ザ・ボムズを出版した。前者では、冷戦期の歴史を扱うが、特にその終焉である、ゴルバチョフ・レーガン期に焦点を当てている。 後者はポスト冷戦期のイラクの各開発計画などを扱い、これら4作のシリーズの最終作となる。1989年のアメリカ農家の12ヶ月では、アメリカ・ミズーリ州のある農家に取材して、その喜びと失望を描き出し、1980年代アメリカ農家の1年間の実像を明らかにしている。一方、1992年のメイキングラブは、 自身の生体験をもとに、男性の性行為を自伝的に克明に描き出し、徹底して分析するという移植の著作である。1997年の死の病原体プリオンでは、ボネガットのアイスラインをプリオン説のメタファーとして参照しつつ、ジャーナリスティックな視点から、クール病や恐竜病と呼ばれ、恐れられた伝染性海面上脳症の歴史を、クール病の研究者、 ダニエルがズセックの足跡を中心として追いかけた。ジデン・エーホール・イン・ザ・ワールドでは、母親の自殺、そしてママ母による肉体的、精神的暴力により奪われた少年期とその後の養護施設での癒し、そして今なお著者を悩ませる、心的外傷をナチスの強制収容所になぞらえつつ、虐待を受けた側から明らかにしている。ハウツーライトは、 著述への技巧の解説である一方、書くことへの恐怖を、恐怖を書くことによって打ち勝つ著者の自伝的著作でもある。批評家、クリストファー・レーマン・ハウプトは、この著作に関連して、ローズの暴力についての心的外傷と世界の破壊という彼のノンフィクション上のテーマとの関連を、議論。ホワイゼン・イキルでは、暴力行為によって習慣されることになった。 数百人にインタビューした異端的な犯罪学者、ロニーやセンズの人となりを追い、彼の暴力家という学説を検証しながら、暴力に走った人々の根源に光を当てる。ジョン・ジェームズ・アウズボンは、アメリカの鳥類に代表される、実物大の写実的な水彩画で知られた19世紀、アメリカの画家オーデュボーンの詳細な伝記である。ローズはまたオーデュボーンの初期の作品集も出版している。 また小説家としてはあまり知られていないものの、ローズはザーンゴットリーなど4つの小説の著者でもある。ありがとうございます。